iPad Pro とマジックキーボード来ました。それからね、昨日松江区やってきたんですよ。うん、いい感じ。やっぱりね、ちょっと長さを出したかったので、今日は排水管のお掃除の日でした。それから涙目にちょっとねここなってるんですけども、すごくねほら涙がこう自然に出てきちゃうんですよね。なぜかというと、ドライアイのもうすごいねドライアイだったんですよ。それでね、もうすごいこんな垂れてる、ドライアイでメッシュさんに行ってきたんです。そしたらこのプラグを前からね、前もドライアイだったので、下の方に目頭の下のね涙が流れていく線があるんですけど、そこにプラグで埋めてもらったんですよ。でそれでもまだドライアイが治んなかったので、今度は上の部分もプラグしてもらったら、もうね涙が流れるところがなくなっちゃってなのでドライアイは治ったんですけども、ずっとねこうしなんか涙が出てきちゃうんですよ、ね、どうしようと思ってちょっと様子見て、もう涙が溢れてきちゃうようであれば、プラグどっちか一つ取ろうかなと思ってるんですけれども、うん、ちょっとねドライアイはとりあえず治ったので、まだねこっち側の目がねちょっとまだドライアイなんですよね。パソコン見すぎ、 YouTube 見すぎ編集したりとかね、すごく目を使うので。It's sunny at the most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way.Maybe you should stay instead of turning around. So, but you keep on going. I know that you're in the open, hoping that you'll be okay. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going? Nowhere afraidThere's so many reasons you should care. Don't stay looking out the window. And how late do you plan on going nowhere? Afraid of all the things you don't know. There's so many reasons you should care. The sun is setting down soon.今日はお家のね排水管のなんか洗浄ということでね、あっという間に終わったんですけど、全部やってもらって排水関係をクリーニング、それでね昨日はねやっとですよ、ついにエアコンがつきました。もうね大変だったですよエアコンの取り付けにね2時ぐらいに来てもらって、まあ1時半から2時の間、終わったの6時もうねなんかねすごいね時間かかっちゃって大変でした。それでね今日はねエアコンのなんかね携帯のアプリでこう操作できるっていうエアコンだったので、アプリを入れて、うん、なんかこう接続しようとしたらうまくいかなくって、でサポートセンターに電話をしたらなんかすっごい親切で、でやっと今日アプリと接続できたので、
もうねすごい便利お家をねスマート化してるので全部ねアレクサとかで電気つけたりとかで、エアコンは携帯の外からでも操作できるようにしました。ネイル行ってきました。今回はグリーンにしてみました。夏っぽい感じ。今回グリーンのラメ、そして白、ミルキーなどを加えて、こんなデザインしました。今日はランチで来ております。まつげXで行ってきました。いかがでしょうか。目元がねちょっとねイメージ変わりますよね。まつげエクステ昨日行ってきました。今回はフラットラッシュ120分です。もうちょっとね多くてもいいかなと思ったんですけど、すごくね早かったです。1時間かかんなかった。50分ぐらいiPad Pro とマジックキーボード来ました。 iMac もオーダーしたんですけど、 iMac の方はまだね来ないみたいです。ちょっと出遅れちゃったので。はい、 iPad Pro 来ました。本日到着です。開封します。わお、マジックキーボードとじゃじゃーん、はい、 iPad Pro です。いい感じ。はい、本日 iPad Pro 新しいの届きました。なんかねオンタイム一番最初の日に届いたみたいね。いい感じです。あのね、それとキーボードもね買ったんですよ。これとお揃いで使うやつ、これです。白、新しく出た白マジックキーボード、ちょっとね開封これからしていきたいと思います。それでは開封していきたいと思います。今日はこれからお部屋のなんかあの点検、アフターケアの点検が来ます。その後は、脱毛プロジェクト。もうね、いろいろカウンセリング行って、チェックして、で、決めました。ということで、今日はね、契約に行きたいと思います。